not over yet. It's not over yet. It's not over yet. ところで、例の件は？例の？あ、そっちの方は、うん、ぼちぼちだ。ぼちぼち？何油売ってんの？油って、ボランティアなんだから、無駄飯食ってるよりはマシと思ってくれないと。せっかく仕入れた情報だって。情報？あ、しまった。お前、あの男の居場所を突き止めたのか？いや、ダメだ。この話はまだ聞かせられない。何の確証もない。しばらく見ないうちに随分と度胸がついた。俺に隠し持ったよ。だからそんなんじゃないって。それに聞いちまったら切るとか言って飛び出すだろ。今はコロニーを優先してほしいんだ。いいか、聞けなかったらお前を切るの。話題をすり替えたらお前を切りに、適当な作り話をしたらお前を切りに、あと3秒沈黙が続いてお前を切りに。ああ、もう分かった。話すからそれ以上切るな。いいか、まずあの男の居場所は知らない。本当だ。だけど行動に法則性があるのは分かってきたんだ。いずれ居場所を見つけられるかもしれない。今はそれだけ。コロニーの件が片付いたらちゃんと続きを調べるよ。やれやれ、姉さんの言う通り度胸がついたのかもな。結局肝心なことは隠しきっちまった。でも言えるわけないんだよ。ギアメーカーは仇じゃないかもしれないなんてさ。マイケル vs アクソン。Get ready to rock。Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's rock. Counter. It's not over yet.何とぞよしなに閻魔殿。
Viking. Win. Straight. 弱いやつってのは強い獲物を欲しがる。だが手札一枚で勝てりゃ誰も苦労しない。あいつの言った通りだな。政府の人間が大所帯でコロニーに来てやがる。何かあるね。もし連中がここに近づいたらどうするか。誰だ。外交官です。冗談はやめな。本物の外交官に失礼だろ。まったく政府の連中といい、あんたといい、一体ここに何の用だ。彼らの目的は存じません。私はあくまで個人的な要件で。とにかくだ、連中が入り口でごちゃついてんのも気に食わない。とかくここは立ち入りご法度なんだよ。よそ者が土足で入っていい場所じゃない。それは大変失礼いたしました。早急に退去します。ああさっさとな。だが懐のものは置いていけ。これは私物です。何も取ってませんよ。信じると思うか。ここは不可侵特区。本物の外交官ならいること自体国際問題だ。それを言うならあなたも同じでしょ、バイケン。なんで俺の名を。名前だけではありませんよ。身長162センチ、体重45キロ、血液型 B 型。私は一度記憶したものを忘れない。ましてや国際的なお尋ね者とあらばさらなり。あとは参院寸法が分かれば。触って確かめてみる。Heaven or Hell. Duel. Let's rock. どうも、アンサーです。どうも、カウンター。やめてください。どうした。かかった敵が参上的な。It's not over yet. Counter.戦う気もないのに挑発しやがって。外交官だと言ったでしょう。東チップ王国唯一の首席にして末席の外交官なんです。あなたのような戦士ではありません。最初にそいつを見せろよ。最初にそう言ってくだされば。政府の連中はなぜコロニーに来る。わかりません。おそらく連日の事件に関する情報を集めているのでしょうが、私の主はこう考えています。まだ終わっていないと。ここが戦場になるって